歴3ということは3回やってるわけですよ。もう3回もやってる。3回目ね。はい。これはだから1回目はどちらでやられてるんですか。 NGK です。うわすごい NGK。 もう今聞きました、見ました NGK です。もう首でこうやってなんやお前そんな、そんなイエスシアターみたいなちっちゃいとこちゃうで NGK やってね。森田君出てもらったじゃないですか。出させていただきました出させていただきましたこれはゆえみたいなもん出させていただきましたよ。森田君もう横に、はい、ミトコモンであったら。そうですよ、ミトコンドモンであったらミトコンドリアみたいになってるから。ミトコンドリアであった、ね、はい、ミトコモンであったら、はい、ね、はい、ね、はい、スケさんカクさんで出てくださったじゃないですか。吉田豊君も、はい、そうですよ、出てくださったじゃないですか。はい、で僕はセリフ飛んでもフォローしてくださって、はい、もうそんなもん任してくださいよ、ね、平山さんがセリフ飛ぶなんてもう任してください。それは、ね、はい、だからもうお世話になりました。とんでもございません。まあテーマはあの、はい、ね、あの見てんのを楽しみ。ああ言わない、言わない。遠山の金さんとか言ってほしいな。遠山の金さん、はい、うん、あれっつって、うん、この桜吹雪がっつって、ね、やってください。こうわざわざこの紙すこうやってこうやってやってくださいよ。ねえ、あれが見たい。見たい。平山先生のこうやってもうはよ出せやみたいな横で言いたい。ほんでお前あれっつってあなたって言った時のおい分かったこの野郎お前っつってこの前が黙ってこのさっからもう早出してくれやっていうぐらいやってほしい、もうやるんちゃう、やるんちゃう、やるんちゃう、今やるんちゃうもうやろう思てんちゃう今のあれやるこれ やってくださいよ。ちょっとね、あの、はい、引き出しに入れとこう思ってね。いや、下田ままかいおい引き出しに入れて下田ままかい、ね、やってほしい、はい、はい、ちゃんと編集します。大丈夫です。平山さんにとってそんななんか、はい、その品位が下がるようなこと一切ないです。前、はい、前はい、ここでお世話になった時に、ね、どんな、はい、そうお世話、これは言わんといてやっていうのもの、はい、流れて聞いていただきますか。これは大として言いたいです。大として言いたい、声を大にして言いたいじゃなくて大として言いたい。今日一声張りました。今日一声張りました。言わんといて今言うてるんです。別に構わないですよ、ね、かい。関根まで行ってあります。行ってますよ。あら、関根はあそこ、それこそ平山さんと行かせてもらってた、うん、あのスナック、長崎もうなくなりました。あ、そう、下ありますの。なんで知ってる。行った、行きましょう。長崎行って、うん、そしたらもうフィリピンバーになってました。フィリピンのスナックやってて、その変わる前に僕一回ご挨拶行ってるんですよ、ママさんに。僕それ知らん、教えてくださいよ。水臭いは、ほんと。で、はいはいはい、来てたお客さんで、はい、この子がこれからママとなってやるからって、あ、で平山さんこと紹介してくれて、この子がママとなってやるから。いや僕じゃない。え、僕じゃない。あ、やだわっつって。あ、そう紹介しちゃったんですか。ママが。ママがね。はい。じゃあまたよろしくねっつって。まあどんな方かわからない方にね、その、まあ分かりやすく説明するとですよ、はい、まあ、いいも悪いも例え方いろいろあるかもしれませんけれども、うん、横山ホットブラザーズのアキラ師匠みたいなね、顔のされたママさんでしたね。まあちょっとその何言ってるかわかんないおい、ちょっと似てません。いやいや、色合いちゃいますよ。色合いちゃいますよ。顔の色合いちゃいますよ。顔の形状ね、うん、ええ、いやちょっとそれはわかんないですけど、まあまあ横山ホットブラザーズ師匠はね、もうその全然どうもんでもなんでもないから、もうそう関係ないですもんね、どうもでもね。ちょっとそのもう一杯お帰りもらいましょうか。あ、いやいや、もうこれね、もうちょっとしたらいただきます。本当ですか。はい、似てなかったです。似てない似てないですね、うん、本当ですか、うん、じゃあ例えば、はい、そのだそのあの長崎のママさん、うん、誰に似てます。ホットブラザーズほらせやないかい。ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてますわ、ちゃんとしてます。本当にあんま人と喋ってないことじゃないですか。大丈夫ですか。いや僕あんま喋らない人と触れ合ってます。いやそんな、僕はもう一人でこう飲んで
あ、飲んでるんですね。で、まあ、今はい、ピスタチオ食べてるのかちょうど飲んで、あ、なんや、なんや、なんや、あ、ピスタチオ、こうね、白目向くあ、それか白目向くやつ、はい、はい、はい、ちょっと飲んで、ちょっと飲んでね、歌って、あれ、相変わらず歌ってるんですか。一人で行って歌ってるんですか。歌ってますよ。そのなんか誰かとちょっとこう行こうかとかないんですか。その夜あんま、お昼は誰か声かけますやんか、出番一緒やったら。え、もう本当にそこは平山さんの優しさというかね。まあね、ねえ、さと一切誘わないじゃないですか。やっぱ平山さん誘うなと思って偉いなと思って。いやいや、はい、名前を出さない名前を出さない、名前を出さない。こういうの、こういうの切るんです。もう切るんです、切るんです。切らへんでしょ。絶対切らへんやん。切るんよ、これ切るんです、ちゃんとこう切るんですよ。器用やなこれ。いや、ね、いや、平野美さん本当に素晴らしいね。思ってますよ。いや、思ってますよ。でも本当にこうでなくっちゃと思いますもん。いやいや、それはね、だって僕も嫌やもん、そのなんか、あの後輩ご飯さん、全然本当に平山さんは誰で誰彼となく、その本当に何のべつ幕なしご飯誘われるじゃないですか、うんうん、お昼用事ある、もう声聞こえないですもん、誘われて周りは言ってたら、おい、なんか、なんか体調悪いかな思って、お昼ちょっと何もなかったら私帰るけどっていうこと言うてるから、え、なんすかって言ったら、あ、お昼なんか誰も誘われてなかったら一緒に行くって言って、ね、誘ってください、うん、優しいってカットしときや。まあちょっとこのコーナー行きましょうか。レコメンレーションズミー、このコーナーゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございますね。あちらの大きいモニターにご注目さまで、一枚もこちらもずっと、はい、こちら、はい、これは、これはですね、東映うずまさ映画村です。はあ、はあ、いやいや、映画村ね、ほんで、まあで、これあの、外人さん、僕外国人の、あなたじゃないですか、外人さんを、はい、あの案内してる映画村で、はい、あの、まあ、役者さんですよね、うん、よく映画村も回ってるじゃないですか。まあまあ、その最近はそうやけど、こうなんですけど、時代劇も随分と少なくなって、なりました、なりました、なりました、ね、この間のその、鬼平犯科帳が久しぶりの映画というか、そうそうですね、ねえ、で今も東映うずまさ映画村でドラマで映画とかあんま撮ってないんでしょみたいですね、うん、でもそれでもやっぱりお客さんは来る、海外の方とかは最近はね、戻ってきましたから、あー、もうそのインバウンドもそうだけど、コロナも全部開けて、はいはい、で外人さんとやってる役者さんでございますが、はい、まあ先日僕ご挨拶に行ってきまして、なんでしょう、この度またいろいろと撮影いろいろさせていただきますみたいな。いや違います、もう毎年ご挨拶行ってるから、僕もともと東映で東映ましたから、東映にあられて渦政映画村で、で、あんで、あの毎年、あ、吉本入ってでも挨拶に行くんです。あ、偉いですね、はい、私が、あの話し家のうちの師匠に挨拶行くみたいなことがございますね。そうそうそう、はい、で行って、はい、でまあ東映の時代劇でね、おキラリ役としてやってて、で毎日死んでました。これでもその毎日死んである回数で言うたらもう何回ぐらい死んでるんですか。いやー、でもそんなね、たくさんってすごい先生方と比べたらもうへのかっぱですけど、はい、だからもうそうですね、まあ、あのなんかおられましたやんか、ラスト侍かなんかの福本清三さん、あの方なんかもうキラリ役のすごいですね、すごい方なんでしょう、日本一ってね、おっしゃいますけどね、はい、ああいう方々と比べたら、はい、もう天と地の差というぐらいの、まあ、でもそれも同じようなとこ一緒に切られてはったんですか。そう、まあ一応ね、今までじゃあ平山正雄を切ってきた人といえば松方弘樹さんはあります。あ、切られた、はい、まあね、この野郎思いました、松方弘樹って切りやがってみたいな、めっちゃ好きやったんで、あら、松方さんすごいですよ、おねえみたいになってるやんか。松方さん好きやったんすか。はい、そうです、でね、はい、で、まあ映画村とか里見浩太郎さんにも切られた、はい、切られましたか、はい、里見浩太郎さんやっぱ良かったですか。ああ良かったですね。かっこいいですね。皆さんね、時代のスターはかっこいいですね。はい、はい、こうさとみさんバッて切ったら、はい、はい、どうする？バッて切ったら、うっ、さとみ浩太郎さんがこう、へっ、うっ、って、なる。そうなる。ああ、ステートになりますね。カットっつって、はい、早く死なないととか言われました。それは吉本入ってからですか。やってない。すぐ死んだ。そこまでよ、もう余裕がなかったです。
ちょっと遊ぶもうないですよ、もう違いますよ、もう先生方、はい、すごいプロフェッショナルの先生方、はいはいはい、とジャックの先輩方、はあ、もういらっしゃって、真田広之さんとかもおられたんですか。いやいやいや、僕お会いしたことないですよ。え、真田さんと塩見悦子さん、はあ、ないない。僕はまだいてた、ほんまに僕はそういてたまだまだあの辺でしょ。でもそのあのそこでしょ、要は。いやいや、もうその雲の上の人。本当ですか。まだ亡くなっておられないですけどね。僕なんて、いやいやいや、じゃあそういう意味じゃなくてあの僕のまだなんか地べた方ってある感じでございますよ。いやいやいや、はい、いやいや、それは、はい、あの歩いて歩く、歩いてありますよ。実力はもう、はい、実力はもうそれはもう死んだ人一緒。いやいこしいこと言雲の上、雲の上、雲の上、届かない。僕はもう、もうお血や、血が出てる、大丈夫。その血じゃないです。血が出てない。そのぐらいの、うん、血は出てないけど、はい、うん、そのぐらいのぐらいの差がある、差があります。わあ、で、そういう、うん、そう、真田さんとか、そういう真田ね、うん、呼び捨てすんの。ああ、真田真田、真田幸村、真田幸村変わってます。あ、何、真田広之さん、真田広之さん、はい、真田広之さん、はい、お会いしたことない。すごい上のね、はい、人じゃないですか。はい、でも、その塩村えっちゃんと塩村えつこさん、でも、ね、もうちょっと話聞きますよ。はい、すいません、すいません。で、おうおう、まあ、そういうことです。ピアノ行く、ピアノ行く、ピアノ行く、ピアノ行きましょうか。エリーゼのために。はい、エリーゼ、ね、タララ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 弾かへんのかよ。まあ、それでね、はい、それで、あ、ピアノ行くね、やっぱしゃべりましょう。しゃべりに来てもらってるから、ね、はい、すいません。で、はい、あ、ピアノ行く。あ、いいですよ、はい、タララララララあ、すいません。いいですね、はい、そうそう、はい、で、そうそうそう、じゃあ、だから雲の上や、雲の上です。だから、真田広之さんは僕、何が、だから何がどうや、だから、うん、あの先生方とご一緒 させていただいてて、もう、僕なんてもう、あれです、もうそれは、あれですわ、もう、先生方と一緒にご一緒させていただいて、生徒さんみたいなもんだ、もう、本当に、ね、雲の、雲行くもん、よく行くもんね、生徒さん、ようこそお越しで。頭の回転、僕の回転ちゃうねん。ありがとうございます。弱。ほんで、もう何を、はい、ほんで何を言いたいかって何を聞きたいかになりますけど、聞かせてください。はい、お願いします。で、もう年に1回、年に1回、年に1回とか挨拶行かれて、まあ、ご挨拶を行かせていただいて、はい、何を言いたいかっていうと、はい、その僕が行ったら、はい、もう先生方とか、はい、その皆さんが、あ、もうこれ、いや、ね。先生方が行ったら挨拶どうやって行かんすよ。どうやって、はい、おはようございます。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 おおおお、平山、そう、おおお、平山ねって、あの平パーとかね、あだ名があるわけ。ある平パーって言われるんですか。おお、平パー、平パーって言われてて、平山くんで、おお、平山くん、平パー。何を言いたいかっていうと、行ったら必ず僕のこと覚えてくださって。そらそうですよな、誰や思てんねん。先日、あ、先日行った時に、もう二十何年ぶりにお会いした先生、まだにもううわっつってねってこれかも、もうウケんくなりました、ね、そうそう、うん、何回もするからね。はい、だからこう会った時にお会いで忘れてるんちゃいますかね。あの、さすがにまあ随分なご年齢の方もおられますから、で言うてもう忘れたのじゃか、私のことなんてとって思って、はい、眼鏡取って、で、おはようございますって言ったら、うん、おお、ひらぱー、いいことを言って、僕のことをずっと覚え、何年経っても覚えてくださる。おお、ひらぱーって時に、ひらぱー、こうやるんですか。いや、それはしないです。せえへんのかいな。ああ、うん、まあ、だから、もうそれ、いつになっても、東映の先生方とか、皆さんは僕のこと覚えてくださる。あ、温かい場所やなって。いや、そらそうでしょ。それもう、だから古巣として、まあ、いや、そう、おられたところであいつはもう出ていってこっちを裏切った人間じゃなくて、やっぱちゃんとされてるから、そう、帰ってきたらもう、いや、遠いにご挨拶に行かせていただいたら、必ずそう覚えてくださってるっていうことを僕は言いたくて、いやすごい、まあ、自分とっての、まあ、いや、母校みたいな、そう、あールーツの場所でございましてね、もうすごくいい場所という、はい、撮影所、はい、皆さん先生方、はい、本当に温かい方ばっかり、まだ平山雅夫という芸能人が誕生した場所はここですから、まあ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 、まあ、
言えばね、はい、もう今あるのはもうここのおかげみたいなところでございますけど、ね、うん、だからまあまあこのお写真にこそはあんまり思い入れないけれども、ここをちゃんとカットして、あ、もちろんします。いや私はもう私多分新規で一番編集上手ですからね、自分を守るための編集ですけど、いやらしい。おかわりをね、あ、おかわりね。いや、ちょん、ありがとうございます。もうここはやめてください、ね、まだちょっと ここはいいですけど、ここはやめてください、ね、ちょっといつ下がったの。いや、だからここは叩いてもいいですよ、ここは叩かずに、いやいや、叩かん、激痛始めます。叩くらね。まあ、ほんま何日前に、タイに、あ、つい先日行かれたんですね。で、はあはあ、でご挨拶させていただいて、はい、いろいろ回って、はい、じゃあ映画村のスタッフさんとか、はい、当時お世話になってたスタッフさんも今偉いさんになってね。わあ、そうでしょうね。でも平井さんとか、いや平井さんもいらっしゃいましたよ。はいはい、平井さんはねもう役者さんです。はいはい、もうそういう偉いさんになっても手軽に喋ってください。僕なんかその本当にありがたいことにその平山さんのイベントをからが講じてですけど、こうやってその、まあ、そもそもね、はい、この映画村の方たちとお知り合いになることしたか全くなかったもんですから、うん、今もその平井さんとはちょいちょいこうやり取りさせていただいてて、あ、いやもう本当に縁をいただいたんで、また平井さんに言うといてます。もうぜひぜひでございます、はい、まあ、この YouTube をね、ノーカットで見ていただくね。いやいや、あかんで、ね、ちょっとカットするとかしてや、平井さんにはノーカットで見ていただきます、ね、まあ、平井さんとはいいですよ、はいはい、ですね、じゃあ続きましてのお写真でございます、はい、こちらでございます、ドン、まあ、これは何ですか、ハリセンでございます。ああ、見たところなんかよく分からなくて、私、うん、すみません、すみません、いや全然ちょっと取り方が悪かったと思うんですけどね。いや嘘ですよ、あの、はい、なんか貝殻なんかなとか、なんか一瞬ホタテ貝かなと思ってホタテ貝のなんかなんかなとか思いましたけど、いや珍しい貝殻が、いやそんなでかい貝殻はないやん、あ、ちゃうんですか、ちゃうんです、こうなってヴィーナス誕生みたいな話されるのかな、そんな映さないし、あ、映さないね、ええ、多分おそらく下のあの感じは、うん、ベッドですか、うん、もうそんなんもどうでもいいですよ壁とベッドにこう立てて写真を撮ってある感じですか、いやそこを別に、はい、あのやるんだ、メルカリで売ったんですか、じゃあじゃあハリセン、ハリセン ね、ハリセン分かってます、はい、このハリセンはですね、はい、チャンバラトリオが作ったんです、そうのようでございますね、はい、はい、チャンバラ、これはでも本当に、はい、関西演芸界というのは日本のお笑いの中でものすごい発明ですから、そうですね、あの今何気なく皆さんが、はい、若い頃も、はい、皆さんが何気なく使ってますけど、はい、チャンバラトリオを作っが元祖で作ったっていうのを皆さん知らんと、知らないと思いますわ、それはもう教えてあげんと、そうなんです、ね、ですので僕ある意味その自分 の、 あの今 YouTube じゃないけど、はい、あの YouTube やるんですか、それ YouTube 始めたんですか、いやいや、ちょっとだいぶ前、3年か4年前3年か4年前 YouTube やったんですか、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ、はい、もうやめたんですか、はい、やめた、やめてはない、やめてない、やめてない、やってへんだけ、やめてんねん、だからそれはだから、はい、何を YouTube で流したら僕のことじゃないの、そりゃそうですよね、その平山さんのことなんか流しても誰も見えへんから、そうですね、うん、誰も興味ないから長いのも桃太郎で飲んでようがね、そんなもう歌ってようが聞け聞きます、聞く気はあるんです、はい、いや、すいません、すいません、だから、何の話だから、ハリセンです、そう、ハリセンね、はい、何を言おう思ったんや、だから要はその、これをハリセンを、うん、まあ言うやね、YouTube でこれ紹介しはったわけでしょ、そうそうそう、はい、で、その、まあ自分のためじゃなくて、はい、まあ師匠が9年前にチャンバラトリオって解散したわけです、いや、解散だって言うんですか、はい、9年前、はい、あ、解散だ、そうです、はいはい、で、9年前に解散して、おう、で、ちょっと時間たもう何あのだいぶ経ってから師匠が亡くなりはったんですけど、はいはいはい、はい、ね、はい、だからそれが亡くなってやっぱりね、亡くなって解散して時間経つと皆さんやっぱり忘れるもんじゃないですか、うん、まあまあそれはもうその時とまあこうなんですけど仕方がないですよ、はい、そうなんです、もうその時の流れっていうものはもうそこは皮肉なものでございますよ、はい、だからあのチャンバラトリオっていう名前を忘れてほしくない、はい、欲しくないよそらと思って、はい、ね、そう、4人なん、忘れてもらったら困る、そうそう、こんな違和感ないよ、そう、ね、それさだまさしさんも言うてましたね、あの YouTube でね
しい。ああ。